はい、おはようさんです。ですね、昨日作りました。鹿肉の下茹でですね、柔らかくなるように、茹でこぼしを何回かやって、で、柔らかくなるまでちょっと煮た感じですね。これとこれと、で、野菜、煮込んだ野菜ですね。これを半々ぐらい。半々じゃないな。まずお野菜を。もう合わせても大丈夫そうですか。合わしますか。よいしょ。トトトン。よいしょ。で、火にかけたいと思います。よいしょ。昨日はですね、音声が、入ってないことはないんですけど、YouTube を見ながら料理をしてましたら、YouTube の声が入ってるとなんか、何でしたっけ、著作権かなんかに引っかかったようで、音を消さなきゃいけなかったので、ダメでした。はい。で、音声を、あとで何か入れようかなと思いつつ結局入れてませんけれど、はい、という感じです。よいしょ。で、炭水化物を抜いてダイエットをとかと言ってたんですけど、ですね、差し入れをいろいろもらいまして、これなんだろう、アップルパイとか言ったかな、おにぎり、なんか梅干しでいいよとかいうことでした、をいただきました。それで今日は、通勤で歩いて会社まで行ったので、往復で2キロで、今ジムに行ってトレーニングして、4キロぐらい歩いたので、今日6キロですね。6キロ歩きました。あと筋トレを、ベンチプレスを90キロ。今ジムには、町営のジムには90キロのベンチしかないんで、90キロのベンチを上げて終わりですね。はい。ちょっと腰が痛いので、畑をですね、玉ねぎを植えようと思って畑をクワで起こしてたら、ちょっと腰を痛めました。こんな感じですね。もしかしたら昨日の長尺の動画に、東京行った時 のことを喋ろうかなと思ってるところです。それではまた。